大韓民国の国旗。大韓民国の国旗は、対局旗、対局旗、手ぐっ旗という名称の旗である。白地の中央に置かれた赤と青の二色からなる、音名で、対局を表し、その周囲を隅に、毛が配置されたデザインとなっている。対局旗の名称、デザイン、用法は、大韓民国の法令によって定められており、対極の青いロブを上にして旗を形容するのは、 逆さであり誤り出る。対局旗は、李氏朝鮮、高層時代の1883年旧暦1月27日に、朝鮮国の国旗として、初めて交付され、朝鮮独立運動を通じて、朝鮮民族を象徴する旗として認知された。その後、1948年8月15日に、大韓民国が独立を果たすと、 1949年10月15日に大韓民国の国旗として法令でデザインが確定した。このページでは大韓民国の国旗として制定されるまでの対局旗の歴史についても記述する。対局旗を初めて国旗として使用したのは朝鮮国、李氏朝鮮である。だが、李氏朝鮮が対局旗を自国の国旗とするまでの経緯については資料ごとに差異があり、 不明確な点が残っている。1875年に高下党事件が勃発した時点で、李氏朝鮮にはまだ国旗がなかった。その後、李氏朝鮮の国旗制定が具体的な問題として浮上したのは、1880年に日本から帰国したおさむしん氏、だが、新国の中日公使官査時間、公準権によって書かれた朝鮮策略を持ち帰ってからである。 朝鮮策略は、ロシアの南下政策に対して、朝鮮がアメリカと連合すべきとする書き物であるが、ここで初めて朝鮮の国旗の図案についての言及があり、朝鮮が真の俗国であることを強調するため、新国国旗、横領旗をそのまま朝鮮国旗として使用することを主張した。そこで、李氏朝鮮は、国旗制定にあたり、どの色の隆起が良いか、 新国の助言を求めたところ、北洋大臣の利口賞から、朝鮮国王のお旗である、竜を描いた四角い旗、画料仇が、真の横領基と似いるのでこれを国旗として使用すれば、良いという証書をお貸しされた。その際、五爪竜、爪が五つの竜は、天使、中国皇帝の象徴であるため、作法国である朝鮮は旗に描く竜の爪を四つに、する、具体的に指示されてたが、 李氏朝鮮は最終的に隆起を国旗として用いなかった。具体的な国旗の図案について最初の議論が行われたのは1882年に新国から米朝修好通商条約締結を圧旋するため、包丁した馬建正が条約の締結式で使う李氏朝鮮の国旗をめぐって李朝管理と会談た時である。その筆談の内容を記録した。 申告問答によると、5月22日、旧暦4月6日に行われる米朝、修行通商条約の締結式に合わせ、李朝管理のが、金江州の指示を受け前日に、国旗の図案を成していた。だが、締結式当日に、馬立ただしはと会談し、李アタル春の国旗案と応用旗を、そのまま朝鮮国旗とする案を否定した上で、朝鮮人の服飾である民の白、真の青、 王の赤にちなんだ、白帝星雲暮れ内流の図案を提案した。実際に、朝鮮国旗として、馬立、ただしの提案した旗が、締結式で使われたかは不明だが、締結式後の5月27日、旧暦4月11日に、李朝側は、星雲暮れ内流は作るのに手間がかかるため、赤字に、青と白が交わった円の図案はどうかと、馬立中へ提起し、 これに対して、馬立忠から個人的意見として地は、白地の中央に半紅れない繁黒の対極の印を置き、その周囲に朝鮮八道を象徴する八景を配した古対極図の図案を提唱されている。この馬立忠による対極八景の国旗デザインは、李朝側に受け入れられ、後の大韓民国国旗の雛形となっていったことから、韓国の歴史研究家である、 反抗級は、対局機のデザイナーは馬立てただしとしている。朝鮮の国旗として用いられた旗を最初に確認することができるのは、1882年9月に、僕栄光が訪日した時である。同年7月の神後事変を機に、李氏朝鮮は、日本との間で住み物、裏条約を締結し、その規定に従い謝罪の施設。 特命全県大使県朝鮮をさむじとして、牧へ高たしらを日本へ派遣した。その際、牧へ以降は、約4ヶ月間にわたる訪日中の出来事を日記、使い、数の利略として記しており、その中に、対局機の図案変更の経緯に関する記述がある。使い、数の利略によると、9月20日、旧暦8月9日に、新川から日本船籍の明治丸に乗り、 日本へと向かった僕へ行ったかしらは、当初馬だけただしが提唱した、対極文様の周りに八揮を描いた、対極図の旗を持っていた。しかし、僕へ行こうが船内で、イギリス領事の W.G. アストンとイギリス人船長、ジェームスに対し、八揮と対極文様を描いた、対極図を見せ国旗としての出来について相談したところ、船長から、 発揮が複雑で区別しにくく他国がこれを見て作るのに不便であると助言を受けた。そのため、僕へ一行は発揮から四毛を削り、残りの四毛を四十五度傾けて四隅に配した図案を提案し、戦中で大中小三本の対局機を作ったという。九月二十五日、八月十四日に神戸へ到着した一行は宿泊先の西村屋で、 初めて完成した太極旗を掲げ、10月3日、8月22日には太極旗コモットと共に国旗制定を本国に報告したとされる。ただし、日本の日刊新聞、時事新報は1882年10月2日付の紙面でこの太極旗を紹介しているが、太極旗を国旗とした経緯について、新国問答とは異なる内容を掲載している。 また、2004年に発見された1882年7月発行の冊子、海上国家の旗第5版には、カー、朝鮮の、エンソン、エンサインとして、対局の印と四つの毛からなる旗収録されており、使い、数の理略に描かれた、対局規制定の経緯、1882年9月、と、時期が合わない。韓国では、海上国家の旗の、エンソンは、 リアタルシュンが総案して、米朝修行通商条約の締結式で使われた、朝鮮初の国旗である。と民間の研究者が主張しており、韓国を代表する百科事典である、都産世界大百科事典は、高下道条約締結後、李朝は1881年に、中聖道の観察士だった、リッチマキエンが出した、大局発家の図式を最初の国旗に定めた。だが、 実際に初めて使用された対極機は、米朝修好通商条約1882年の際に通訳のリアタルシュンが金光州の命を受け作成したものである。としている。韓国政府行政自治部も演奏を対極機の原型であると推定しているが、海上国家の旗には旗の図柄しか掲載されていない上、朝鮮側でも 関連資料が見つかっていないため、演奏の制定時期や、制定の由来、使用方法については、一切が推測の意気を出ていない。いずれにせよ、僕へ以降の法日後は、対局の文様と四つの家という基本的な旗の図柄に変更がなされず、翌1883年旧暦1月27日、3月6日、構想は、欧米で、 対局図と四係の絵柄からなる対局機を国として制定し、通り交通商事務我門の指示によって、八道四と朝鮮全土へ国旗に関する通知がなされた。これにより、対局機が正式に朝鮮の国旗として使われるようになった。韓国政府、行政自治部や国家記録員は、対局機の国旗制定について、李氏朝鮮は、欧米で、 対局四係の絵柄の対局旗を国旗に制定、交付したと説明しているが、朝鮮王朝実録、構想実録をはじめとする当時の李氏朝鮮、大韓帝国の資料は対局旗を国旗と記すのみで、少なくとも公的には対局旗という表現は用いられていなかった。対極旗という名称が用いられるのは3.1。 運動の時が最初と韓国では見られている。1919年1月21日の構想の休止後、国葬が行われる同年3月3日に向けた独立運動が計画されるようになり、同年3月1日に独立宣言書の読み上げと旧大官帝国国旗の掲揚を行うことになった。だが、当時旧国旗は朝鮮国旗と呼ばれていたが、旗を準備するにあたって、 朝鮮国旗という呼称を用いると日本人に独立運動の動きが発覚する恐れがあった。そのため日本人に分かられないようにする目的で旧国旗の名称を朝鮮国旗から大局旗へと変えたとされる。その後、大局旗という名称は朝鮮独立運動とともに関係者の間で浸透し、1942年に大韓民国臨時政府が初めて朝鮮の国旗を 大局期と表現した。そして、1948年7月12日に、韓国の独立準備をしていた大韓民国政権議会が、韓国の国旗を大局旗とすることを決定し、李氏朝鮮の旧国旗に由来する旗の名称は、正式に大局旗となった。以降、韓国の国旗は、大局旗であると、国旗政策法、1949年から2007年、 および大韓民国国旗法2007年体で明記されている。1949年に大韓民国の法令で制作方法が制定されるまで対極機の詳細なデザインは統一化されていなかった。そのため同じ時代でも様々なバリエーションの対極機が存在している。対極機が制定される前から李氏朝鮮では 大局と八景を文様とする旗が用いられていた。ソウル大学校の継承閣に保管されている資料によると、議乗の際に国王の象徴として使われたお旗、おぎでは、大局の周りに八景を配置した大局八揮図が用いられており、大局図は、大局図説に描かれていた終始大局図の音量部分が用いられていた。また、李氏朝鮮の国軍で使われた軍旗の一つ、 ザトウキ、チャドギも、対局の周りに八揮と略書を描いた構図となっていた。ただし、これらの旗は、用途が限定されたもので、王宮や、組以外で用いられることはなかった。従来の資料では、1882年5月に、新国の馬立ただが、対局の周りに八揮を配置した、対局旗の原案を考案し、同年9月に、朝鮮治虫む試験特命全権大使である。 国営港こうが日本へ向かう船の中で発見を4家に減らし上で左に45度傾けたデザインに変更し、同年10月2日付の時事新報に掲載された対局機が視認できる最古のものとされてきた。だが、1882年7月に発行された古書海上国家の旗が公式に対局機を視認できる最古の資料であると2003年に確認されたため、 僕へ以降の法日以前の段階ですでに4家を使った対局機のデザインが考案され、実際に使用されていた可能性が出てきている。1883年3月の国旗制定時点における対局機の実物は朝鮮本国に残っておらず、アメリカのスミソニアン博物館が所蔵する1884年製の対局機、通称、ーイの対局機が 実物サイズで最も古物である。また、韓国に現存する実物は、1890年に構想からアメリカ人顧問に貸しされた対局機、通称デニーの対局機が最古のものとなっているほか、新国の通称小帝製アニー編、利小編、1886年刊行等、他国の資料の中に絵で伝えた対局機が残されている。だが、 1883年に制定された対局機の規定はデザインについて対局図と四係の絵柄と曖昧な表示しかしていなかったため四隅に置かれる毛の配置方法や色、中央にある対局図、音名魚の構図や配色、色の濃淡でいくつものバリエーションが生じてしまっている。なお、対局機が考案された1883年時点で李氏朝鮮は 清王朝の作法体制に複属していた。このため、1886年に、清の利交渉によって編纂された、通称朝廷制案以編収録された、大極旗は、新国の国旗、軍旗、小戦旗の後に位置付けられており、同時に、大清国属高来国旗と明記して掲載されている。このことから、当時の朝鮮は清から従属国として扱われていたことがわかる。 国旗制定後、李朝は対局機を主に外交の舞台で使っていたため、一般大衆の間で対局機の存在感は微々たるものだった。だが、1905年以降の日韓併合に至る過程で対局機は朝鮮国権の象徴都市公日活動家に注目され、3.1運動の際にデモ行進の参加者が対局機を持って行動したことが契機となり、 太極旗は一般朝鮮人の間でも朝鮮民族の主体性を表す旗として認知されるようにな。そのため朝鮮独立運動の活動家は独立運動の象徴として太極旗を用いるようになるが元々のデザイン規定が曖昧な上に独立運動家たちも別個独自に活動をしていたので具体的なデザイン方法が制定、統一化されることはなかった。このような状況を受け 朝鮮の亡命政府を自称する大韓民国、臨時政府、1919年樹立は、1942年6月29日に国旗統一様式を制定、交付して対極旗の作り方を統一させようとした。だが、臨時政府の影響力自体が限定的だったため一般の朝鮮人に広く知られることはなく、臨時政府の軍事組織である幸福軍ですら、 国旗統一様式と異なる対局機を使用するありさまだったため、1945年9月に臨時政府が事実上崩壊してからは一切使われなくなった。一方、第二次大戦の日本降伏宣言、玉音放送直後、朝鮮では朝鮮人民共和国の樹立が宣言されたが、短期完備で崩壊したため対局機に関する取り決めは特になされなかった。また、 1945年9月9日の朝鮮総督府降伏後、朝鮮は38度線を境として在朝鮮。アメリカ陸軍司令部軍政庁、南側とソビエト民政庁、北朝鮮人民委員会、北側の分割統治状態となったが、いずれの統治機構も対局機のデザイン統一について、何ら言及しなかった。1948年7月12日、 米軍軍政庁の統治下で大韓民国の独立準備をしていた大韓民国政権議会は太局旗を大韓民国の国旗とすることを正式に決定した。だが、その場でも太局旗の詳細なデザインは決められなかったため、韓国政府は実務上の必要性から1949年1月に国旗是正委員会を設置し、同年10月15日に 国旗制作法を交付して、史上初で詳細な対局機の作成方法を確定させた。これ以降、対局機のデザインに基本的な変更はなされておらず、2007年1月26日以降は、同日交付の大韓民国国旗法によって、対局機の図柄配置や標準等の詳細な規格が定められている。朝鮮独立の象徴であった対局機は、 ソ連軍の監督下に置かれた北朝鮮38度線以北の朝鮮地域でも朝鮮民主主義人民共和国の建国直前まで使われた。日本の幸福宣言、玉音放送直後、北朝鮮各地では朝鮮建国準備委員会、後の朝鮮人民共和国の地方組織、人民委員会が設立され、組織の旗として対局機を使用していた。その後、 1945年9月中に北朝鮮全域へソ連軍が進駐したがソビエト民政庁は北朝鮮各地の人民委員会を講演する形で占領行政を進めたため対局機は朝鮮人の行政機として使われ続けたモスクワ三国外相会議同年12月の取り決めで朝鮮は米、英、ソ中による最長5年の信託統治を経た上で 最終的に南北を統一する単独政府を樹立して独立する予定とされた。そのため、1946年2月8日に、社会主義者たちによる自治組織、北朝鮮臨時人民委員会が樹立されても、対局期は朝鮮の旗として人民委員会で使用され続けた。だが、新択統治の実施方法を決めるために百四十六年一月から、 開かれた第一次ベース共同委員会は、信託統治受け入れに反対、反託する李正万、緊急ら大韓民国臨時政府系の民族主義者たちの扱い等を追って紛糾し、同年5月に無期限休会となった。これを受け、ソ連当局は信託統治を経て、統一政府を樹立する従来の国際合意を無視して、北朝鮮人民委員会による北朝鮮単独の 政府樹立を目指すようにり、国旗についても1947年夏に、新国家樹立と共に新しい旗を作る、要中北朝鮮ソ連軍から北朝鮮労働党へ、指示が与えられた。ソ連軍から呼び出しを受けた、党指導部の金佐佐は、ソ連軍将校に対し既存の対局旗を国旗として、指示する旨を述べ、旗が持つ意味について細かい説明を行った。 だが、ソ連軍人にとって、金笹グが説明した旗のデザインのもとである、中国哲学は、中世迷信のようなものに過ぎなかったため、ソ連軍は、数ヶ月後に新国旗のデザインに関する指示を、北朝鮮労働党へ出し、新しい朝鮮の国旗、愛好色旗が完成した。翌1948年に、金笹グは、新しい国旗の公安と対局旗の廃止についてという、 書籍を刊行し、愛好食器を優れた発展を成し遂げていく幸せな国の象徴であるとする一方、対極期を非科学的で迷信がかっており、不必要なまでの難解さと多様な要素が国の発展を妨げる可能性がある国旗にふさわしくない旗として新しい国旗を制定する理由づけを行った。北朝鮮における国旗制定に関しては、 具体的な情報がほとんど入らず、一連の出来事が起きた日付については不明である。だが、北朝鮮人民会議が1948年4月に愛好色旗を新国家の国旗として、制定、同年7月8日に使用する旗を対極旗から愛好色旗へ切り替えたことは、韓国の報道機関の調査でわかっている。そして朝鮮民主主義人民共和国建国。 1948年9月9日以降、北朝鮮で太局旗は一切使用されていない。なお、北朝鮮政府は国粹主義か満州派の権力独占に伴う唯一思想体系の確立とその過程における金、笹具の粛清を経て、北朝鮮の国旗が制定された歴史的経緯の説明文からソ連の影を消し去っている。 北朝鮮の国営ポータルサイト、ネナラは、国旗にまつわる話として、北朝鮮人民委員会が1948年2月初旬に、新国旗の原案を完成させたが、近日成の指導によって、赤い星の追加やデザイン修正がなされ、今の形が誕生した。というエピソードを紹介し、近日成の細やかな指導を強調している。一方で、国旗が制定された経緯や、 日付、独立前に、近日生が対局機を使っていた事実については、言及していない。大韓民国の国旗に関する事項は、別途特別な法規定がない限り大韓民国、国旗法、2007年1月26日交付、2014年1月28日最終改正に従って運用される、同法第3条こととなっており、同法第4条で、対局機が、 大韓民国の国旗であると明示されている。同法では、対局旗の政策、管理に関する基本事項の初期定が定められているが、これは国旗に対する認識の向上と尊厳の集合、通じて、民の愛国心を高めることを目的としている、同法第一条。そのために、大韓民国の対局旗は、政策方法や、口述の取り扱い方法が、同法と大統領令。 第23091号、大韓民国国旗法施行令の条文によって確認、決められている。対局期の制作方法は、大韓民国国旗法第7条に従い、大韓民国国旗法施行令、第6条第8条によって規定されている。描画方法は、同詞行令、第6条によって、旗の大きさと用途別の推奨規格は、同詞行令。 第7条と付属別表によって、下記の通りに定められている。ただし、縦横の比率に3を維持していれば、規格と異なる大きさの旗を制作することができる。また、旗に使う標準色は、同詞恒例、第8条によって、下記の通りに定められている。太極旗の図柄の起源や意味合いに関して、太極旗を初めて作成した李氏朝鮮の関係者は、 記録を残していないそのため韓国では太極旗の図案を朝鮮固有の文化や伝統ではなく中国の収益からの借り物とする意見がある一方で中国の対極図説とは関係のない朝鮮固有の模様とする意見があり見解が分かれている韓国が独立するまで太極旗は中国駅の思想哲学に由来するとの考えが 一般的だった。1947年夏に北朝鮮労働党指導部の一員である社会主義者の金笹具は中朝鮮ソ連軍の将校に対し対局期の意味について中国哲学をもとにした説明を行っている。ただし益況を構成する軽自伝には対局が両儀、怨名をもたらし両儀から四像が生じ。 四像が発見をもたらすという駅の思想が書かれている。一方で、対極期は現存の資料によると、新日派の僕へ移が、イギリス人船長の助言に従って、外国人にも分かりやすいデザインとするために、中国人の馬立忠だが提案した、対極図の発見を四毛に減らし、そして四毛の位置を四隅に配列した経緯がある。そのため、収益の専門家からすれば、 対局旗の図案は誤ったものと言わるを得ず、韓国政府が国旗政策法1949年10月15日交付で対局旗の図案を確定させた後も、対局旗の音量の角度と毛の配列をめぐる論争は止むことがなく、2003年時点の韓国で刊行されている対局旗に関する書籍の多数が、現在の対局旗は誤りだと主張しているという。 このような疫学的観点に基づいた太極期への批判に対し、韓国政府と韓国の民族主義団体は、太極期を朝鮮民族の象徴として躊躇なく掲げられるよう、太極期の起源が朝鮮文化の中にあるとする理論、韓国起源論を構築、展開して、太極期の韓国かないしは、脱中国かを推進している。例えば、1957年に、 我が国旗を大切にする会が発行した国旗解説では、対局八揮は、ン君の教えに基づいており、古朝鮮から使用されてきたと主張している。また、文化教育部元長官、1954年から1956年のは、エジプトローマーテネビザンチンアメリカ先住民が使った、土器等の古代の遺物や白木のまがたまなど対局と、類似した文様を探し出して、 対局は古代の人類共通の宇宙観を表出しているのであって中国固有のものではないとの共弁を展開している。彼は清金館大学校の総長だった1959年に私たちの国旗制定の由来とその意という論文を発表しその中で対局機のデザインは収益から作案されたものではないから中国疫学者の思考様式で これ以上無駄な解釈論議をし続けることは皆が慎むべきで今後誰しも文化教育部がすでに決定したところに従い国旗図案の疫学的解釈に固執したり乱れに主張したりしないように求めると主張しているその後も対局期の韓国化を目指す試みは続き1995年には対局期が断訓のという理念を反映していると主張する 大韓民国国旗専用会が対局旗編遷し展示会を開催した時に観光した図録で現行の対局旗に似た四家の対局旗が鮮明に描かれている1392年制作の盆章を掲載した。また、対局は三国時代から朝鮮民族が愛用してきた伝統的な固有の文様である証拠として対局図説の戦術1070年以前に 本流682年された白木、観音寺の礎石に刻まれた中国の太図とは型が異なる対局模様を2008年に朝鮮日報がついでくだら時代538年から660年の以降から見つかった木製品に書かれた対局文様を2009年に中央日報がそれぞれ提示している。これら 太極記の韓国化に関する探求は、韓国の百科事典に反映されており、韓国民族文化大百科事典に掲載された太極記の項目では、太極図形の文様と理念は、古代、三国時代から音陽思想を理解した朝鮮民族によって、太極図説が中国で書かれる前から伝統的に使われてきたとの趣旨を述べている。太極期は、 白地の旗、旗の中央にある赤と青からなる大極円、対極縁、対極文様、及び旗の四隅にある、犬、羊猿、缶、リ、の四種類の毛、四係によって構成されている、大韓民国国旗法七条第一項、及び第二項。韓国政府、行政自治部は、対極旗の各部に込められた意味合いについて、公的な解釈を示しており、 自国民に対しては、行政自治部が、下記の通りに説明している。また、国外に対しては、文化体育観光部参加のが、日本語、英語、中国語を含む9言語で、同じ内容を紹介している。より詳細な解釈は、教育部参加の韓国学中を研究員が、編纂した、韓国民族文化大百科事典の項目、対局記に記されており、ようやくは、 下記の通りである。対極期の図案について、前述の通り、韓国では中国とは関係のない朝鮮固有の模様とする意見が公的見解となっているが、韓国国外では中国の収益等の思想に基づいた模様として紹介れることが多数である。日本においては朝鮮に関連した文物の辞典である韓国朝鮮を知る辞典が対極期は 対局図説収益に基づくと記しているほか、気象学協会国際連盟の公認団体である日本気象学会の会長が執筆した世界の国旗図鑑が対局について音量が合わさって調和を保つという中国古来の思想を示していると紹介している。また、各国の国旗を紹介、解説する別の書籍でも対局は相対する二つのものが合わさって、 昭和を保つという中国古来の疫学の宇宙観を示している。対局図の周囲を隅に配された毛は古代中国の書物、疫経》から取ったものであるといった解説がなされている。その他在日韓国人が運営する東洋経済日報が自社 HP 公開している韓国ガイドの国旗欄においても中央の円の対局は中国疫学の宇宙最高の原理を意味する。 と解説している中国や台湾においても同様での韓国国旗の項目が対局旗の対局思想は中国の対局図説と収益の解釈に由来するとしているほか中国大陸の書籍で旗に使われる紅れ二色の格反な図形は古代の音苗対局図からさえられ図形の刺繍にある黒い棒は収益の毛図から取っている 香港上司大学出版社が刊行した難関創造奇跡で対局期は収益の思想を根拠と八 k を4家に減らして制作されたとそれぞれ紹介されている。またインターネット媒体でも中国電信傘下のポータルサイトが対局期は収益の哲学をもとに作成されたとする記事を載している。前述の通り韓国の対局文様は 朝鮮人が伝統的に使ってきた朝鮮起源の文様と韓国ではされているが、一方で対極図自体は中国文化圏に広く普及する図案である。そのため、韓国との関連性に関係なく、韓国以外の国でも国旗やそれ以外の図案に用いられている。詳細は対極図使用例を参照のこと。また、文化的背景に関係なく、 対局図と類似したともえの図案も世界各地で見られ行政機関の紋章日本の浜松市相や伊勢崎市相や企業のロゴマークシマンテックペプシコーラノーザンパーシフィック鉄道等々等にしばしば用いられる2005年頃アップルコンピュータがユニバーサルバイナリーの商品ロゴに用いた際は韓国のネット上で話題となった韓国において 大局機は、韓国という国家を具現化する道具として扱われており、1972年には韓国への忠誠心の先生として、国旗への先生が制定されている。また、韓国では全国民が国旗を尊重、愛好しなければならず、国及び、地方自治団体は、国旗の尊厳が維持されるように必要な措置を講じなければならない、大韓民国国旗法第5条。 そのため、韓国では、デモ活動等で国旗を意図的に毀損した場合、韓国警察に逮捕される可能性がある。ただし実際の運用面において、国旗が上下逆さまだったり間違った図案の国旗を使用したケースが、韓国外は、愚か国内においても、イベント時の掲揚やテレビのニュース配信の際にたびたび、ある。対局旗は、 下記のいずれかに該当する場合は掲揚されなければならない大韓民国国旗法第8条第1項。国家と地方自治体、公共団体の庁舎は国旗を年中掲揚なければならず、下記の場所でも可能な限り年中国旗を掲揚することが求められる大韓民国国旗法第8条第3項。また、学校や国軍部隊の掲揚台においても、 毎日日中のみ国旗を形容することになっている、同法第八条第四項。対局旗は毎日二十四時間形容することができるが、大韓民国国旗法第八条第二項。夜間には適当な照明が必要とされる、同法第八条第三項。また、旗が激しい雨、雪、風等で既存される恐れがある場合は、形容しない、同法第八条第五項。 国旗を日中のみ形容する場合は、以下のように行う、同法第8条第6項。韓国に関連した組織では、しばしば対局機のデザインを応用した旗内心衣装を、制定、使用している。韓国政府の初代国章は、対局機の衣装をそのまま文章化したものだった。国章は1963年に変更されたが、対局文様は引き続き使用されている。また、 韓国政府の行政機関が形容する旗も2016年から対局文様をアレンジしたものに変更されている。韓国軍では韓国海軍の艦首機、国籍機が青地の関東部に対局機を配置した上で四係を海軍の象徴である軍艦の怒りに置き換えている。他に韓国陸軍の軍機が対局機の対局文様と 韓国国家の金を組み合わせた愛国的なデザインを採用しており、韓国空軍では国籍マークに対局文様を用いている。民間団体としては、かつて国営会社だった大韓航空がロゴに対局文様を用いているほか、在日本大韓民国民団、民団の団体機も対局文様と金を組み合わせることで民団と韓国本国との関連性を強調している。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。